ネタどうも、そうじゃないそうですということで、今回はですね、皆さん昨日の乃木坂工事中見ましたでしょうか。昨日がね、乃木坂工事中2024年一発目の放送だったわけなんですけれども、もうね、やばすぎたと。2024年一発目の乃木坂工事中が神回すぎたということでね、ちょっとその昨日の乃木坂工事中についてね、もうがっつり語っていきたいなと、ね、がっつり感想を語っていきたいなっていう感じなんですけれども、まあ、なんでね、まだ見てない人もしいたらね、この動画もうだいぶね、内容話しちゃうんで、乃木坂工事中見てからこの動画戻ってきてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということでね、昨日の乃木坂工事中は鬼滅忘年会○2ということで、この年をまたいでね、こう企画が続いていくっていうね、感じなんで、まあその新年間みたいなね感じはなかったですけど、今回ね、鬼滅忘年会、前回2023年ラストの乃木坂工事中で4期生のね大忘年会があって、で今回は3期生でしたっていうね、3期生の大忘年会っていう、このね年をまたぐの珍しいですよね。年をまたいで、の企画っていうのは珍しいですけども、3期生大忘年会っていうことでね、もう本当に良くて前回の4期生ももうとんでもなく良かったんですけど、間違いなく神回だったんですけど、なんか本当にね、この鬼滅のというかさ、同期でしか得られない特殊エキスがあるんだよね同期の場でしか得られないお前メンバーなんかっていう感じだけど、だから本当こう定期的にね、鬼滅での企画やってほしいななんて思うんですけど、毎回こうなんか鬼滅の見るたびに思いますけど、今回3期生のね大忘年会と、3期生が一番さ、もう安心して見てられるというかねまあ別に4期生5期生もそうなんだと思うんですけど、3期生がなんかもう本当にああ最高だなって安心して、一番安心してね見てられるっていう感じで、何目線だって感じなんだけど、もう最高すぎてね、まず一番最初与田ちゃんの T シャツに目がいっちゃったよねもう初手ずっと「与田ちゃんの T シャツ何あれ?」と思って「部屋着」って書いてあるっていうね、与田ちゃんの T シャツ一番良かったなっていう感じなんですけど、もう最初からね3期生のみんなねテンション高くてさ、こう盛り上がっててもう良かったですけども、こうみんなこういろいろまずはこう持ち寄ってね、何持ってきましたみたいなね、大学芋やら芋やら芋2つありましたけどね、お菓子やらラムネやら持ってきましたよみたいな感じで言ってましたけど、やっぱ僕が一番良かったのはね、久保ちゃんの手作り餃子ですよね3期生からも大人気でしたけど、この久保ちゃんの手作り餃子、ラジオ終わりにね5時にまで作った手作り餃子最高ですよね。僕もいつか食べてみたいもんです一生無理です。乾杯もね、しまして、でまあ基本的にはもうやっぱ忘年会だからさ、みんな3期生テンション高くて盛り上がってわちゃわちゃねしてたけど、ちょっとこう落ち着くとこがあったのもよかったね。ちょっと落ち着いてる大人なところ、その乾杯し終わってなんか次なんかゲームするみたいなさ感じの時、ちょっとこう落ち着いてたじゃないですか。そういう大人な面もあるのがいいよね、3期生はね。その忘年会の中でね、いろいろゲームやってましたけど、まずやったのがワードウルフね。ワードウルフ、頭ポンポンが多数派で、少数派が1人が後ろから抱きしめるっていう感じのね内容でしたけど、これちょっとね良かったよね。そのメンバーの恋愛感みたいなのがちょっと垣間見えるというかさ、の良かったしね、違った少数派だったねたまちゃんの「いきます」っていう宣言してから行ってほしいみたいなところも面白かったし、あとはその延長が好き発言ね葉月のその延長が好き発言はちょっとね攻めた発言やなって思いましたけど、その髪を触ってほしいみたいな、頭ボンボンして髪を触ってほしいみたいな、それを延長って言ってたみたいな感じでね、そういうおもろい発言も生まれつつっていうワードウルフも面白かったし、であとはアンケートね、結果発表、3期生の中で一番○○な人アンケートを3期生でやって、その結果発表、これも良かったですよね。まず一番お金持ちになりそうな人、1位たまちゃんで、2位が同率で久保ちゃんと蓮たんっていうね、もう全部納得しちゃうもんね全部納得できる結果だったんですけど、で一番アイドルらしいのが2位が水木、1位がリリアンっていうね、感じで、でここでね僕の衝動のね決め顔をリリアンとじゃんけんで勝ったね、デンちゃんが2人でやってましたけど、もうやりまくりだったよねね、電話もしちゃってね、やりまくりで、もう一回もうライブでこれぐらいやってほしいよね。もうこれだけでライブ終わるんじゃないかってぐらい長くやってほしいよね辺の僕の衝動も決め顔もね、相変わらず最高だったし、次一番恋人にしたいランキングが2位たまちゃん、1位よだちゃんっていうね。まあだから実質僕の恋人よだちゃんってことどこをそうなったらそうなんだお前、違うわお前ね。でここであれだよね、水木のドッキリがね発動して、その仕掛け人グランプリ参加できなかった水木が今回単独で、ドッキリをね誰かしらに仕掛けますよみたいな感じで、クエン酸とセンブリ茶をね飲ませたいみたいな感じでしたけど、これ久保ちゃんがね引っかかりまして、センブリ茶入れてる時の水木の目めちゃくちゃ怖くなかったもういや殺すんじゃないかみたいな、やってやるぞみたいなね、クエン酸じゃなくてセンブリ茶か入れて、で久保ちゃんがね、飲んで、久保ちゃんの反応も可愛かったねめちゃくちゃね。しかもね誰でも良かったというかさ、誰でも可能性あったけど久保ちゃんなのが良かったよね水木から久保ちゃんなのが尊いよね、尊かったし、久保ちゃんのこうね反応で、ねそのみんなに言うみたいなので、水木しか知らないから若干みたいな感じになるし、全然知らないよみたいな他の作成はなる感じも良かったし、そっからねドッキリ終わってクエン酸もね、センブリ茶クエン酸久保ちゃんが飲んだ後のこぼすデンちゃんね謎のドッキリからの連鎖、いつもこぼすね、やらかしたデンちゃんも見れまして、ここも面白かった。ドッキリもね面白くて、でアンケート続き3期生2023年の MVP、 これ良かったねマジでね、これ一番良かったし感動しましたよね。2位が3期生全員っていう、これ間違いなくねそうですよね。アンケートのねところの内容でもさ言ってましたけど、書いてありましたけど、ほんと3期生が今回ね、今年2023年今年じゃない去年か2023年は先輩がいなくなって、3期生が先頭に、立つ一番先輩に、ねなる中で、ほんと全員がそれぞれのやり方でこの乃木坂46っていうのを引っ張っていってたと思うんで、間違いなくね3期生全員 MVP ですよね2023年は。すごかったもん本当に、もう超納得すぎる結果で、3期生全員もそりゃそうだなと思ったし、で1位が梅ちゃんなのもね良かったっすよね。キャプテンと、もうキャプテンなくして今の乃木坂46大っすよね、梅ちゃんなくして。去年のマラソンのさのね最後の言葉だったりだとか、もう本当に梅ちゃんがキャプテンで良かったなって、もうこうファンの人も思えるというか、ファン目線もこのアンケート結果にはすごい納得というかねできる、結果だったんじゃないかなと思いました。葉月涙してましたね葉月のその涙して葉月が泣いちゃってさ、ちょっと髪が分厚い髪だけどみたいな、ちょっと面白かったけどね、葉月も涙もありまして、で最後その葉月がねやりたかったチョコレートディスコゲームっていうね、僕これ初めて聞いたんですけど何なんですかこれ初めて聞いたんですけど、なんかそのチョコレートディスコの曲に合わせてリズムに乗ってお題があって、その自分が何番目なのかみたいなので振り返っていくみたいな感じのゲームでしたけど、一番最初がお題が時間を守る人っていうのでねやってましたけど、依田ちゃんと水木がね遅刻までめちゃめちゃメンバーからね3期生から他の3期生から突っ込まれてたの面白かったし、で気前がいい人ね、最後気前がいい人で、気前がいい人もしっかり梅ちゃんがね一番だったしねしっかり梅ちゃん一番だったし、でんちゃんめちゃめちゃね突っ込まれてましたけど、お前6番だろみたいなね感じで突っ込まれてましたけど面白かったし、で最後みんなで集合写真で写真撮って終わりましたよ。でこの写真もめちゃめちゃいいめちゃめちゃいい、っていうね感じの、本当にこう涙あり笑いありのね、この3期生大忘年会でしたけども、めちゃめちゃ良かったっすね。もう2023年3期生がいろんなところでそれぞれのやり方で乃木坂46を引っ張っていったからこそ、今ね乃木坂46がこの状態にねこの状態にというか今の乃木坂46があると思うし、そんな最強のね3期生11人の忘年会めちゃくちゃ良かったなっていう、3期生にしか出せない雰囲気というか、その4期生もねそうですけど、前回の4期生もそうですけど、それぞれの期でそれぞれの雰囲気というかあるっていうのがねすごくいいなって思いました。であとはCM ね、年始の CM も良くてね、今回凪がナレーションでしたけれども、 CM ないとやっぱ2014年始まんないからね毎年ね、年始の CM も今回凪でしたけども良かったし、で、次回5期生忘年会ということで、これもう次回も神回が確定してるっていうね、前回も神回今回も神回次回も神回が確定してるっていう、もう最高の状態なわけですよねもう次回絶対神回やん。僕なんて国際大好きだからさ、もう絶対神回やんという、今回も神回次回も神回というね、神回しかないじゃんっていう感じですけども、ほんとこうね2024年一発目がこの3期生の忘年会でね、まだ乃木坂こんにちは年明けてないけどね、2023年ですけど、本当にこう一発目がね3期生の忘年会で良かったのというか、最高の2024年乃木坂こんにちはスタートを、ね、切ったんじゃないかなって思ったので。めちゃくちゃ良かったなと思いました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひですね皆さんの3期生忘年会、昨日のね乃木坂工事中見た感想なんかありましたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。